皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県立裾野高校のオープンスクールと学校説明会のお知らせです。対象は中学生と保護者の方で、申し込みは必要ありません。参加したい方はどうぞ直接高校の方にお出かけください。オープンスクールは11月の12日の土曜日です。時間は8時50分から16時まで。授業の見学や部活動の見学ができます。学校説明会の方は12月に入ってから12月3日の土曜日です。時間は9時から11時まで。内容的にはこれ裾野高校って総合学科の、高校なんですよね。その総合学科ってどういうものなのか、ね、これ系列が5つに分かれるんです、2年生から。じゃあその5つの系列は何なのかと、そして進学先はどうなっているのか、ね、高校生活でどのくらいのお金が必要なのか、どのくらいのお金がかかるのかと、多分補助金のお話も出ると思います。それから学校概要の説明、これもあって個別相談にも対応してくれます。その高校、ね、オープンスクール学校説明会、申し込み不要なので興味のある方はどうぞお出かけください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。